曖昧動機につっちゃす。ということで今回なんですけれども、フンクロウのボックス紹介よー。ということで私ね、結構いろんなソシャゲ、やってきたんですけど、まあ結構ね、ボックス紹介っていうのをしてきて、まあフンクロも最近ねすごいやってるのに、まあしてないなということでやっていこうかなと思います。で、まあ人によりけりやと思うんやけど、フンクロはね相当美化期でやってます。多分2桁いってないかな。まあちょっと前にやっとったグラクロとかウマ娘とかね、モンストで言ったらもう桁違いますけど、の中ではかなり使ってない方なんじゃないかなっていう。まあちょっとね同キャラ縛りっていうのがあるんで、そこまでこう同じキャラで出ても欲しいなっていうのがならないから、現状ね。まああと PVP とかもないので、運用さん、どうこっからねどうガチャをこうなんていうかな、プレイヤーに引かしていくのかなっていう、まあちょっと前置きをしつつもキャラをぐっつりと見ていこうかなと思います。はい、まず星1はこんな感じかな。正月アンナとか、まあ、クリスマス系かなのキャラに関しては1とかでは一応持ってるのかな。正月アンナに、クリスマスリゼルグ、あ、正月のヨウもいるね。で、ホロホロに関しては上げてるのでここに映ってないって感じでございます。で、星3が1、2、3、4、5、6、あー、まあもうちょいいるけどね。あ、これさ、レベル順じゃなくてリアリティ順にがっつりと変えてあげたらいいんか。星2が、はい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 、っていうか俺もあんまり見てなかったんでね、そこまで。こんな感じと。で、紫ミキヒサと、このカンナはまだ使ってないんですけど、使っていこうっていう感じですね。紫ミキヒサに関しては、滑舌どこ行ってん？紫ミキヒサに関しては、その専用封じをゲットできないんで、ちょっと3に上げれないなっていう、まあ、それでもね、活躍はしておりますと。で、星3が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9体ですね。ちなみにレンは、正月の第2弾の正月のレン以外はコンプしてますって感じっすね。まあレン好きなんでね、一番まあいいかなっていうとこはあるが、その毎日1回弾けるやんか、無料で。それで出たのがレン、タオジュンかな。あとはもろもろ出てる気がする。このレンズとかを違うかなっていう感じっすね、星さんは。で、ここにいるマリオンは星2かなから、前のなんかもらえるイベントと、そのイベントで2倍になる前からこっつりこっつりこそこそとね集めて、ようやく星3と。でクリスマスホロホロもレベル2から、4になっております。一応もう5とかにできるんですけど、まあ、不純残しときたいなっていうのと、まあクリスマスホロホロとか、赤マリとかはね普通にストーリーで別にゲットできるからいいかなっていう感じですね。で、ファーストとかはもうできるけど置いております。でこっから星5かな。見て、あんまり多くないっしょ正直。で緑アンナとかは正月の何やったかな、星3交換できるチケットでゲットしたっていう感じですね。なんかね、俺ね同キャラ結構揃うのよ。レンはほんまそれ一体以外コンプリートしてるし、チョコラブだいぶ愛用してたんですけど今ちょっと使ってないんですけど、まあ、ホロホロで、あ、ホロホロじゃない、チョコラブであったりとか、まあ、アンナは
まあポンプはしてないかな。まあキャラはこんな感じでございますと。で次ビジョンカード、ビジョンカードはこんな感じ。星さんが1,2,3,4,5,10,15,16 かで、そのうちかぶせてるから、あ、まあまあかぶせてんな意外と、うん、40までいってるもんね。かぶせれるやつもあるということで、こんな感じですね。でまあもちろん星さんいいんやけど、見てください、星2の方がそのやっぱかぶせれるから限界突破できて、まあ、67とかがあったりとか、まあ、40を超えているやつが結構あって、かなり対応してますね。うん、かなり対応してる。でアビリティレベルも結構上がってるし、これとかねマックスマックス上がってるんで、このビジョンカードのアビリティの上げ方については、概要欄に動画、載せておくんで、それの一番最後あたりかなに、正しい上げ方というか、誤認識してたんで僕も、まあ、それでだいぶがっつり上げれたなっていう感じですね。本当にビジョンカードのこのアビリティレベル上げるだけでめちゃくちゃ変わるんで、まあビジョンカードはこんな感じかな。だから星1とかがもうごっそりないのは SP に変換したんじゃなくて、まあ上げるために使っていったっていう感じでございますと。でまあ今後ね、ふんくろどういう風になっていくのかなっていうのがちょっとね、楽しみというよりちょっと心配な面があるかなっていうのもちょこっとだけね、最後に 話させてもらいたいんですけど、まあ試練、完全にまあ一人でやるタイプ、うん、何か欲しいかな。まあ年齢層も結構高いこともあるし、コツ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 やっていくっていうスルメゲー的なとこはあるんですけど、やっぱアプリとして好きでやってる若めの子たちとかって結構なんかマルチ好きやったりする気がするんですよ。そういうとことか、あと同キャラに関しては、うーん、完全緩和してってもいいんかなっていう気はしてます。はい、でもまあ期待してマスロでって感じでした。ということで、まあ、美課金とさせてください。美課金の、ボックスはこんな感じでございました。皆さんもね、星5何体持ってるよとか、このキャラがやっぱり一番好きやわとか、まあ、さっき言ったみたいにフングロにこうしてってほしいみたいなことがあれば、ぜひコメント欄でね、びっくりとね、書いてくれたらなと思います。この動画が良ければ、ぜひ高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローなんかしてもらえたらね、すごい嬉しいんで、よろしくお願いいたします。つうわけで、せい。